はい、それでは今回の動画では、滑っていく時の基本ポジションの取り方に関しての おすすめの方法ということに関してお伝えしていきたいと思います。動画の最後にですね、僕の方で発行しておりますメールマガジンの登録の方法に関して、の動画が一番最後にありますので、メールマガジンの方登録して、より詳しく、コブの滑り方に関して学びたい方はそちらの方ご参考にしてみていただければと思います。はい、それではですね、基本ポジションの取り方のおすすめの方法、まあ、もちろんねこれだけではないですけど、僕がおすすめする方法に関して今回ちょっと動画をお伝えしていきます。まずですね、まあ、足首、それから膝、股関節、この部分しっかりと曲げられた状態を取っていきたいんですけども、結構ここね最初取っていくのうまく取れる方はね、もう滑り出した瞬間にパッてそのポジションいけたりするんですけど、苦手な方が多いので、どういう風にしたらいいかっていうかと言いますとですね、前の方にまずこういう形で寄りかかってきます。でこうやって寄りかかってくるとブーツに、少し圧がかかってきます。軽くこうやって寄りかかって少しブーツの前に軽い圧ができたら、この圧を抜かないように上半身の角度もそのままにして、この状態からお尻、股関節の部分を曲げていきます、ね、でそうすると基本ポジションを作ってきやすくなりますので、そこを基準にしてやってもらうといいかなというふうに思います。ちょっともう一度確認します。前の方に倒れていく、すねの圧ができたらそれが抜けないように股関節を曲げていく。でこの後高さはやっぱり滑りやすい滑りにくいはその方によってありますので、自分の中でこのポジション一番ここが滑りやすいなっていうところを試しながら滑っててもらえればと思います。メールマガジンの登録方法をご紹介します。パソコンでご覧の方は YouTube 動画の下部にあります URL をクリックしてください。スマートフォンでご覧の方は下向きのくの字をタップして URL をタップしていきます。下にスクロールして今すぐここをクリックして無料で動画を手に入れる部分をクリックします。動画はメールにて届きますので、注意事項をお読みいただき、お名前、メールアドレス、お好きなパスワードをご入力して登録ボタンを押しますと、メールが届きますので、会員サイトにアクセスなさってください。登録方法は以上となります。